女郎モは、雲もく、女郎モか女郎モ族に属する雲である。夏から秋にかけて大きな網を張る、最も目立つ雲である。大型の増毛性の雲で、小金雲と共に非常によく知られた雲である。小金雲と混同されることが多いが、系統的には、やや遠いとされる。小金雲より、はるかに大きくて複雑な網を張り、網の糸は黄色を帯びてよく目立つ。 和名は女郎に由来すると一般的には考えられているが、一方で女郎から来ているとも言われている。性的二なりが大きく、生体の体長はメスで17から30ミリメートルなのに対して、オスでは6から13ミリメートルとメスの半分、一家である。形は、ほぼ同じで、腹部は幅の狭い楕円型でふわしは細長い。成熟したメスの腹部には幅広い黄色と、 六章色の横縞模様があるのが特徴であり、腹部下面に閃光色の門がある。ただし、成熟する寸前までは、オスのようなブチ模様が見られる。オスはメスに比べて小さく、色も褐色がかった黄色に、濃色の縦縞混じりの複雑な模様がある。ふわは、暗い褐色に、黄色の帯が入る。幼体と亜生体は、複雑なブチ模様を持つ。コオロギを捕食する。 ジョローグも春に孵化し、オスで7回ほど、メスで8回ほど脱皮を繰り返して生態となる。成熟期は9から10月頃で、この時期に交尾が行われる。交尾は、メスの脱皮直後や、食事中に行われる。これは、交尾時に、メスがオスを捕食してしまう危険があるため、10から11月頃に産卵、樹木や建物等に白色の卵納を作り、卵で冬を越す。 幼体は春に孵化し、窓井と呼ばれる、集団生活を送った後、糸を使って飛んでいくバルーニングを行う。増毛性の雲で垂直縁毛を張るが、その構造は特殊で、通常のそれより複雑になっている。それについては講述する。雲は網の中央に常時滞在している。網は全体を張り替えることはあまりせず、通常は壊れたところなど、 部分的に張り替える。視覚はあまり良くないため、巣にかかった昆虫などの獲物は、主に糸を伝わる振動で察知するが、大型の獲物は巣に近づいてくる段階で、ある程度視覚等により捕獲のタイミングを整え、捕獲している。巣のどこにかかったのか、視覚では判別しづらいため、巣の糸を時々足で振動させて、そのエコー振動により、獲物がどこに引っかかっているのか調べて近づき、 捕獲している。捕獲された獲物は毒などで動けないよう処置をされた後、糸で巻かれて巣の中央に持っていかれ、吊り下げられ、数日間かけて随時捕食される。獲物は多岐にわたり、大型のセミやスズメバチなども捕食する。捕食は頭から食べていることが多い。生態になれば人間が畜肉や魚肉の小変を与えてもこれも食べる。 ジョウグモの網前傾網目の一部ジョウグモの網はとても大きく直径1メートルくらいのものもある。横糸が黄色いので光が当たると金色に光って見える。ジョウグモの網はいわゆる雲の網として普通に知られている網の形縁網の一種だが特殊な部分がたくさんある。縁網は普通外側に枠糸があり、その枠の中に 中心から放射状に伸びた縦糸と同心円を描くように貼られた横糸からなり、横糸に粘液がついているものである。隣り合った縦糸の間の空間は線形になり、そこに貼られる横糸は当然ながら中心から遠いほど長くなる。ところが、ジョローグモの網の場合、それぞれの縦糸間の横糸の長さが中心近くでも外側でもそれ、これは 女郎雲の縦糸が外に行くにつれて、二股に枝分かれするように貼られているからである。横糸は黄色で5から6本をきに間隔が開いているため、まるで楽譜のように見える。横糸の間隔をよく見ると、透明なジグザグの横糸が入っている。これは、横糸を貼る前に貼られる足場糸が残っているためである。この楽譜模様、ジグザグ模様は、 作りたての新しい網にははっきりと見て取れるが、古くなり形が崩れると、ただの格子模様になってしまう。横半分だけを作り直す習性もあり、このため、左右で模様が若干異なる網も見られる。また、上の方に、横糸の張られていない縦糸の間がある。つまり、ジョローグモは、横糸を張るときに、ぐるぐる回るのではなく、往復運動だけで横糸を張る。しかも、 下の型で往復を繰り返すので、網全体は下へ伸びた形になっている。網全体を見れば、縁号に近い中心の網の前後に、立体的な補助の網を持っているのも特徴。オスは、メスの成熟前から、メスの網に居候し、降雪のタイミングを待つ。降雪の80%以上は、メスの最終脱皮をしている間に行われ、それ以外では、メスの接触時に行われる。 これらの時期は、メスの攻撃性が弱くなっているため、オスも安全に降雪を行える。他方で複数のオスと降雪したメスでは、その卵海の80%が最初に降雪したオスの生死で受精したものであることが分かっており、メスが生体になる最終脱皮を降雪の機会とすることは、その意味でも有効である。メスの網には、複数のオスが見られるが、 これらのオスの間で闘争が行われることも知られる。潜入のオスはそれ以降に侵入しようとするオスを排除しようと行動し、体格が違う場合は大きい方が勝つ。同程度の場合、闘争が激化し、噛みつくことで足を奪われるオスが珍しくない。闘争の結果振り落とされたオスが網に引っかかり、それをメスが食べてしまう例も見られる。またジョローグモでは、 降雪したオスがそのまま網に居残ることが知られる。これはより多くの子孫を残すため、降雪相手のメスと他のオスとの降雪を防ぐ目的での行動と考えられている。同族の別種では、オスは一頭のメスとの交設で全生死を消費することが知られている。本種もそうであれば、降雪したオスが他のメスを探しに行く意義はなくなる。ジョローグモの網の端の方や、 前後の補助の網に、たんのような銀色の粒の形の雲が見つかることがある。これは、白金騒楼蜘蛛といい、網に捕らえられた、助楼蜘蛛が相手にしないような小さな昆虫を拾って食べているとも言われている。南の地域では、一回り大きくて、朱色の赤い騒楼雲も見かける。また、枠糸の間に小さな、足長雲の幼虫が網を張ることがある。 小型の雲は狭いところでしか網を張れないから、枠糸を利用すれば広い空間に出ることができる。つまり、ジョローグモの網が小型の雲のための足場として利用されている。ジョローグモの接触中のジョローグモは JSTX-3 という毒を持っており、興奮性神経の伝達物質であるグルタミン酸を阻害する性質がある。ただし、一匹が持つ毒の量は微量であり、 人が噛まれたとしても、機械的障害もない場合がほとんどである。日本では、本州から九州では普通種だが、北海道にはおらず、南西諸島では沖縄本島北部までに知られる。国外では、インド、台湾、中国、朝鮮に分布する。日本のジョロウグモ族の雲としては、南西諸島以内にさらに大きなオウジョロウグモが生息する。かなり多くの地方で、 女郎雲と同様に黄色の斑紋を持つ大型の黄金雲類も含めて女郎雲と呼んでいるので注意を要する。次のように違いははっきりしているので見分けるのは簡単である。女郎雲夏以降に成熟し秋に産卵する。網は大きくて下に長い馬邸型で白い帯はつけない。腹部は長い楕円型で黄色とハイ色の横帯模様。 小金雲初夏から夏にかけて成熟し、卵を産んで死んでしまう。網は標準的な縁毛で、そこに X 型に白い帯をつける。腹部は丸みを帯びた五角形に近く、黄色と黒の横帯模様。なお、小金雲には数種の金字種がいる。文献には、女郎雲の名は、江戸時代から見られ、方言や雇用を含め、以下のような種を表していた。和漢三サイズの、 ジオラウグモは内容や漢訳、楽神父からしてネファラ・クレバータのこととされるが、他にはアーギロー・ピーと思われる記載がされた文献もある。1907年、岸田久義はネファラ・クレバータにジョロ郎グモの和名を当てた。しかし1916年、山鳥吉五郎はアーギロー・ピー・ブロイネ氏がジョロ郎グモであるとした。最終的に岸田の命名が広まり、 現在に至る、ありがとうございます。